はい、皆さんこんにちは、ひろきです。今回はですね、結構最近いろんな動画で見るんですけど、コンパクトの、例えばメタルゾーンとか、SD とか、いろいろコンパクトがあるじゃないですか。別にそのボス製品だけじゃなくても、いろんなコンパクトは歪みがありますよね。これをパワーアンプにつなぐとどうなんだというところでございます。で、今、ジャズコのリターンにさしていますが、ギターからコアに入って、コアの、アウトからジャズコのリターンに入っています。1個ね、皆さんにどうしてもお伝えしておきたいことがあります。これジャズコのバックパネルと一緒に見てほしいんですけど、これね、コアって、ここがアウトプット、R モノ、L フォンズって書いてるんですね。で、ジャズコの場合は R モノじゃなくて L モノになってるんですよ。なので皆さん気をつけてください。これ R と R をつなぐんだっていう風に考えてしまうと音があれっていうことになっちゃうので、正しくモノとモノでつなぐようにしてください。ですので、GT1000 コアの場合は R モノにして、ジャズコのバックパネルの方は L モノでつなぐようにしてください。でないと音がちゃんと出ません。これ間違いない。先ほどちょっと試してみたんですけど、なんでやろうと思って試してみたんですけど、音がちゃんと出ませんでしたので、これは気をつけてください。ではですね、早速、音の違いをまずメタルゾーンでいってみましょう。これ、プリアンプは X 再現にします。で、これをメタルゾーンにしましょうか。で、X 再現。これ X 再現。で、メタルゾーンが。やっぱりね、音の厚みが弱いかなと思います。巷で結構、なんだろう、コンパクトをリターンにさすと音が良くなるとか、いい風に聞こえるっていう、確かにそうなんですよ。インプットにさして、コンパクトを使うっていう感じよりは、プリアンプとして歪みをドーンってリターンに入れた方が、確かに音はいいと思います。例えばこれ、これ今メタルゾーンがここに入ってますよね。これメタルゾーンをリターン差しした音がこの感じなんですよね。これにプリアンプの例えば JC120 を入れるとすると原因が高い。これよりはこのメタルゾーン一発で使ってトーンをの方がなんとなく音はいいような気もしますね。リード DS とかいいんじゃないですか。例えばリード DS いいですね。これに JC 入れると、あれこれはこっちの音の方が音いいね。はい、そういうとこなんで、なんだろう、コンパクトだけの方が音がいいっていうパターンもある。好き嫌いですけどね。パターンがあるっていうのは分かりますし、またクリーンはクリーンでプリアンプ用意するんだっていうんだったら、それはそれでいいと思うんですけど、個人的には、やっぱり何をどれだけ言っても、コンパクト一発で歪みをプリアンプとして使うより、プリアンプとして用意されたプリアンプを使う方が、どう考えても音はいいかなと思います。皆さん、別にこれがコンパクトだけでプリアンプとして使っちゃいけないっていうわけではないんですけど、個人的に音がいいのはどっちなんだって言われると、やっぱりプリアンプをプリアンプとして歪ませる方が音はいいかなっていう個人的な見解でございます。ただですよ、歪みとアンプを同時に使う場合は相性あるよっていうことですね。なので、コンパクトの歪み一発でプリアンプとして使う方が私は好きだなということがあれば、それで全然一発の音として使われたらいいと思うんですね。例えばこういうデジタルのものでしたら、常に同じ数値でね、保存しておけるので、別にアナログでもいいんですけど、保存できるので、それはそういう使い方もあっていいんじゃないかなと思います。はい。で、この歪みのお話なんですが、アンプを使わずに、なんですかね、エフェクターだけで使う方が僕は個人的に好きな音っていうのがあります。FX の中にあるこれですよ。アコースティックギター。これ僕はアンプを使わない方が好きなんですね。例えばこれ JC120 ですよね。これにアコースティックギターを入れます。音ちっちゃ。ちょっと上げますね。ジャズコの生音、アコースティックギターなんですが、僕はねこれアンプなしだけでアコースティックギターシミュレーターを使う方が好きですね。はい、というちょっとしたおすすめでございました。これ HX トンプでも同じでして、アコースティックギターシミュレーターに関してはアンプは通さずに鳴らした方が僕は個人的にはいい音がするかなっていう感覚でおります。はい、まあ、何かの参考にしていただければ嬉しいなと思います。結局はエフェクターだけで鳴らすか、プリアンプだけで鳴らすか、エフェクターを歪ませてクリーンのプリアンプで鳴らすかっていうのは、もう組み合わせがね、無限にあるじゃないですか。その中から好きなものを探しつつっていう楽しみがあるので、まあ、どれがね皆さんそれぞれが一番いい音なのかって、鳴らしてて気持ちいいのかと感じるのかっていうのは皆さんそれぞれで違うと思います。でその答えにですね、ちょっとでも近づけれるようになるべくサンプルサウンドを上げたいなと、考えておりますので、今後ともぜひともご視聴いただければ嬉しいと思います。まだまだスタジオ編は続くんですけれども、次何しようかなって考えてまして、じゃあ次はこれも結構質問いただいてたんですけど、メインの音は LINE 出力、ライブでね、ライブのパターンでメインの音は LINE 出力、モニターミキサーに行くと。で、返しをアンプで鳴らしたい場合ありますよね。これをどうやって設定するか、コアで LINE6 はね結構簡単に HX の番簡単にできるんで、コアの方で説明したいと思います。非常に濃い内容になると思いますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。今回の動画は以上です。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。